はい、どうもです。皆さん自粛期間中どうお過ごしでしょうか？野球したくてもこんな状況なんでね、できません。だからね、まあ、野球道具を買おうかなというふうに思ってるんですけど、まあね、グローブはもういっぱい買ったのでいいかなと思ってるんですけど、ちょっとね、買うならバッティンググローブかなっていうふうに思っております。まあバッティンググローブ買おうと思ってネットショッピングしてたんですけど、その時に出てきた、まあスポーツショップアクトっていうね、店がありまして、そこでね、バッティンググローブを買おうかなというふうに思っております。はい、こちらね、スポーツアクト、バッティンググローブっていうふうに検索したところが、このページなんですけど、まあね、たくさんね、バッティンググローブがあります。でね、僕が目をつけているのがね、こちら、ミズノプロのね、バッティンググローブをね、目をつけているんですけどね、ちょっと旧型なんですよ。最近ね、新作が出たと思うんですけど、旧型のバッティンググローブなんですね。ちょっとね、欲しいなーって思ってるのが、まあ、これだったり、まあ、これもかっこいいですよね。ミズノプロが僕は欲しいので、しかもこういうね、スポーツアクト限定モデルといいますか、なんか、オーダーを、まあ、店舗でオリジナルでやっていて、まあ、ミズノプロのバッティンググローブのこのこういう奇抜なデザインが多いので、ここで買いたいなーっていう風に思います。まあね、すごいかっこいいバッティンググローブが多いんですけど、まあちょっとね、自分で買うのもいいんですけど、ちょっと大井もね、この前ねバッティンググローブ欲しいって言ってたんで、大井にもちょっと聞いてみようかなっていう風に思うんですけど、まあとりあえず電話してみます。ちょっとね、今ね、電話かけたのがね、今、ウイルスの影響で、ちょっと暇じゃないですか。で、ちょっと経済回してやろうかなっていうことで、そう、なるほど。バッティンググローブ買ってやろうかなっていうふうに思ってるんですよ。バッティンググローブ？うんうん。グローブじゃなくて。うん、そう、バッティンググローブが欲しいなと思って、そこで、まあネット見てたんですけども、スポーツアクト。スポーツアクト。スポーツアクトってところになんか面白いバッテリーが売ってるんですよね。面白いやつ。うん、そうそう。で、前に大井さんがね、バッティングローブ欲しいなーっていう風に言ってたんで、ついでに買わないかなーっていう風に思って連絡したんですけど。それは何？店舗のオリジナルとかってこと？そうですね。水のプロのバッティングローブなんですけど、オーダーしたものを店舗オリジナルみたいな感じで売ってるんですよ。バッテのオーダーか。そうそう。いいじゃないですか。バッテのオーダーってあるじゃない？水のプロだとさ、1万5千とか6千とかで。そうね。オーダーするんだったら、まあ、1万5千円ぐらいちょっとハードル高いんですけど、スポーツアクトでは1万1千円で売ってるんで。お安いね。そうですね。それは結構ね、デザインとかは。デザインとかね、僕の結構好きなデザインがあったんですけど、ちょっと、まあ、一つ残念っていうか、まず残念っていう言い方はあれなんですけど、新型今出てるじゃないですか。旧型の旧モデルになるんですけど、デザインがかっこいいんで、まあ、いいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど。なるほどね。うん。経済もだとなると、まあ、全然俺も買うのありなんだけど、はいはい。で、一個ずつだとつまんないね。そうですね。確かに。まあそうなんで、せっかくだから、で、俺もそれ買うわ。あ、マジですか？うん。ちょっとアドレスでリンクだけ送っといて。あ、わかりました。オッケーオッケー。じゃあまた、はいはい。はい。はい、というわけでどうも、パチロイドネルです。というわけで、ゴリスポがバッテを注文したってことで、自分も一緒に注文したんですけど、動画でも紹介したと思いますが、水プロを注文しました。で、先ほど届きまして、ここに4つ入ってますので、開封して紹介していこうかなと思います。京都府のスポーツアクトさんってことで、お店行ったことないんですけど、名前は聞いたことありますね。で、ネット注文で購入しました。では、中見ていきましょう。はい、こちら、4つ入ってまして、見ての通り、見たことないようなデザインのバッティング手袋になります。で、今回4つ注文したんですけど、自分が2つ、ゴリスポが2つってことで、ちなみに自分がバッテを買った中で、1万円を超えるバッテっていうのは人生初めてです。ただまあ、経済を回すってことで全然ありかなと思います。で、サイズはですね、自分がいつも24から25を使ってるんですけど、水プロの時はいつも25センチを使っております。で、ゴリスポもちょうど25センチなんですけど、一つだけサイズがなくて24センチ。それ以外は全部25センチになっております。どんなデザインを買ったかっていうと、自分の方はですね、自分がこの2種類を買いました。両方ともパワーアークで、白にこれ何も入ってないんですよ、色が。で、このマークだけ、水のプロのロゴだけ金のやつ。と、イエローが入ってるタイプを購入しました。はい、取り出すとこんな感じですね。これめちゃくちゃシンプルだと思うんですけど、なんでこれにしたかっていうと、ちゃんと理由がありまして、自分の好きな青木選手がですね、前回の WBC の時に大会に出てたんですけど、その時に使ってた手袋にめちゃめちゃ似てるんですよ。このロゴだけ、金でそれ以外真っ白っていう手袋になります。で、つけると、こんな感じですね。青木選手一時期これ使ってまして、めちゃめちゃいいなと思ったんですけど、なかなか販売しておらず、オーダーしかないのかなと思ってたんですけど、今回店舗別注のオーダーってことで発見しましたので、個人的にはこれが一番買えてよかったかなと思います。で、パワーアーク昔から使ってまして、おそらく高3から使ってるんですけど、指のフィット感っていうのが最高なんで、パワーアークは間違いないかなと思います。もう一つはこんな感じですね。ちょっとさっきのと似てるんですけど、黄色が入ってます。ここが少し黄色が入ってるのと、この縁の部分が黄色。あとこっちも黄色ですね。で、あとは全部白です。で、これも同じく25センチでパワーアークで付けると、はい、こんな感じになります。
結構これはパッと見白に見えると思うんですけど、この黄色がちょっとだけ見えるかなと思います。ちょっとバット軽く振ってみましょう。はい、そんな感じで振ってみたんですけど、まあ、パワークは知ってたんですけど、やっぱりこのカラーリング、あまり人が持ってないようなカラーリングってことで、個人的にはめちゃめちゃ満足しております。ですので、この自粛期間が終わりましたら、大会とか試合で使っていけたらいいかなと思います。っていうので、ゴリスポの方に映像を飛ばしましょう。はい、ということで、大井の映像をご覧いただきましたが、水のプロのバッテ、大井と合わせて4つ購入したんですけども、私が選んだのはこの2つでございます。さっき軽く紹介があったと思うんですけど、両方パワークシリコンが、搭載されたモデルで、こちらゴールドのモデルが24センチ、こちらの派手な青色のモデルが25センチという風になっております。はい、開けたらこんな感じです。ダーンと。こっちはすごい派手で、こっちはちょっと落ち着きのある白金という感じで、金色のモデルなんですけど、これ白金ですね。大井は白とイエローと真っ白っていうバッティングローブを購入してたと思うんですけど、僕はこの白金で行きました。去年のバッティングローブアディダスで白金を使ってたんですけど、この白金っていうのがすごいかっこいいですよね。シンプルすぎず派手派手すぎずっていうか、すごい落ち着いた配色でね、いいと思います、この白金で。もう一つがですね、こちらの青ピンク黄緑っていう、なんかエヴァンゲリオンではないんですけど、なんかエヴァンゲリオンっぽい、バッティングローブを購入しました。こちらね、すごい目立ちますよね。はい、装着してみました。こんな感じです。どうですか、めちゃくちゃ派手じゃないですかこれ。やばいなこれ。青色のバッティングローブって結構使ったことあるんですけど、今までのバッティングローブよりなお深い青色、濃い青と言いますか。パワーアークのラインがピンクのラインと黄緑のラインが2つ入っているという、すごい派手なバッティングローブですね。で、こちらのバッティングローブはですね、ゴリラーズのユニフォームが青色と赤色ありますので、青色のユニフォームの方に合わせていこうかなっていう風に思います。でね、水のプロのバッティングローブって2種類あるんですよ。大きく分けたらモーションアークとパワーアークっていうバッティングローブあるんですけど、パワーアークっていうのはこういうね、こういうシリコンのラインが入っていて、このシリコンのラインで握りやすく力をより強く伝えるっていう意味があるんですけど、もう一つのね、モーションワークっていうのはこのラインが入ってなくて、まあ、フィット感が良くて、まあ、素手感覚で使えるっていうのがモーションワークで、その2つの違いなんですけど、さらにこの内側を見ていただきたいんですけど、こういうね2つ違いがあるんですね。でこっちが片押しのシープレザーということで、片押しが入っております。でこちらがツルツルのスムースジープということで、片押しされてない感じですね。でこれ片押しジープなんですけど、自分が以前使っていたこちらの鈴木誠也選手のモデルのバッティングローブはこちらスムースシープなんですよ。片押しがされてないやつですね。で、これどういう違いがあるのかと言いますと、片押しされてないスムースのシープの方が油分があって、なんかしっとりしてるんですよ。で、こっちの方はバットのグリップを効かせれるっていうか、グッとこのグリップが効くっていうのがこちらの片押しの特徴で、でね、実はこちらスポーツアクトで2つ購入したんですけども、以前ね、この鈴木誠也選手のモデルもね、スポーツアクトさんで、購入させていただきましたということで、スポーツアクトさんといえば、まあこういう派手なバッティングローブがたくさん売ってありますのでね、皆さんもぜひ、注目していただきたいなというふうに思いますと。このパワークライン見ていただいたらわかるんですけど、まあ、こんな感じのパワークラインが今まで主流でした。こんな感じ、この縦のパワークラインね。今年からデザインが変わりまして、こんな感じのね、ギザギザのパワーアークに変更されたんですよ。で、今スポーツアクトさんで買ったのはこちらの旧型のシリコンロゴなんですけど、まあこういう旧型のシリコンロゴなんですけど、まあデザイン的にはすごいかっこいいんで、ありかと思いますね。で、これからね、新型のこういうパワーアークが出てきたので、まあこういう旧型のパワーアークは、まあ、これから値下げされていくんではないかなっていうふうに思いますので、まあこういうね、新しいパワーアークにこだわらないよっていう方は、こういう旧型のモデルもスポーツアクトさんに今いっぱい売ってますので、ぜひぜひ。今ね、自粛期間中で、やることがないと思いますけど、こういうね、野球ギアを買って皆さん楽しんでみたらいかがでしょうかということで、スポーツアクトさんで新しいバッティングローブを大井と一緒に爆買いするという動画でした。こういう奇抜なバッティングローブ欲しい方はぜひチェックお願いします。はい、今日のゴリスポ以上になります。エウリエシェゴリスポ T シャツ。
そして今回のプレゼント企画です。まずはこちらフィールドフォースのインドアバッティングネットになります。こちら室内用に作られたバッティングネットで軟式や硬式は対応しておりませんが、穴あきボールやウレタンボールを思い切り打てるバッティングギアとなっております。こちらを1名様にプレゼントします。続いてこちらローリングスのゴリスポがセレクトしたオイル4点セットになります。こちらがあればすぐにグローブを手入れできるような状態になっております。この2つをチャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。エイリッショ。